はい、どうも。酒好きの元新潟人の飲酒動画。始めていきます。今回は、はい。ブラックニッカーの新しいのが発売されましたんで、そちらを早速、いただきたいと思います。ブラックニッカーの、アロマなんとかかんとかとかいう、あれですね。アロマ系のあれ、多分、宮城蒸留所の、宮城郷じゃないです。宮城郷の感じなんじゃないですかね。多分ね。フレーバーとして。あ、リッチブレンド系だから、そうですね。シェリーダルのあれでしょ。リッチブレンド、あんまり宮城郷好きじゃないんで。はい。ブラックニカの、リッチブレンドの、コンフォートアロマ。アルコール度数が、43% で、700ml 入りのやつですね。数量限定。幸せは、香りとなって溢れ出る。うん。だって。てか、未だにディープブレンドのナイトクルーズ、そこいらのスーパーで普通に売ってるんだけど、あれ何なの？マジで。ムカつくんだが。原材料がモルトとグレーンです。うん。以上、終了。まあでも結局ね、あれね、抱き合わせ商法されたわけですよ、僕。アマゾンで。ムカつくよな、ああいうのな。2本買わないと予約できますっていうパターンのやつ。ああだよね。意味不明なんだよ。いただきましょうか。宮城郷の陽一系の方が好きなんだけどな。ああ。宮城郷だな。いただきます。乾杯。いや。いや、これピート入ってんな。あれ？これ宮城郷じゃねえな、これ。しっかりピートします。ピート香ありますね。スモーキーフレーバーありますね。あれ？これ宮城郷じゃねえな、これな。ん？うん。あ、美味しい。あ、これあれだ。これ絶対、これ宮城郷じゃねえわ。ニッカ。とか言って、あれなんだよ。公式サイト。今夜ウイスキー香るひとときを、二人は心地よく包む、コンフォートアロマ。時にはスイートに香るウイスキーとグラスを二つ。いつもより、ね、少しだけ長く二人の時間を過ごす。香りを感じると、不思議と時の流れが緩やかになるから。華やかに、咲く花のような香り、熟した果実のような濃密な香り、甘やかな種の香り、密かに、香ばしい麦のような香り、一口ごとに溢れてくる香りとともに、ゆっくりと胸に満ちてくる何か、特別なことは何もしなくていい。これこそが本当に豊かな時間なのだから、と。完全にこれ、あれですね、リア充パティーンですね、完全に。うん。あ、全然違う。これ絶対良い位だ、これ。間違いない。これ良い位これ100%良い位っすよ。これ買いだな。これ買いだな。リッチブレンド全く違う。これ全然買いです、これ。来た良い位これ絶対良い位だろ、これ。おい、待てよ。これ良い位だろ、これ。
書いてねえな。ブラックニカリッチグレードの特徴であるシェリーダルモルト原酒による甘い香りとリメイドダルモルト原酒による芳醇なコクを際立たせたウイスキーです。熟した果実のような甘く、なんとかかんとか、うんたらかんたらって書いてありますけど、どこにもピートとか書いてないですね、これね。しかも良い蒸留所のやつなのか、宮城郷のあれなのかも書いてないんで、うん、これは、うまい、これ久々の貝です、これ。買え買え買え、みんな買え買えっていうかもうこれ、あ、やべえな、これ。やばい、ちょっとアマゾンちょっと見てみよう、これ。あれだ、プレミアついてるぞ、確実に。リッチブレンド。あ？買い占めるか、これ。ん？うわ、これは美味しい。めちゃくちゃ良い気してますね、これね。これ2000円だったら十分買いじゃないですか、これ。これ買いだな、これな。全くリッチブレンドじゃないね、これ。完全に。ディープブレンド系ですよ、これ。なんで、リッチブレンドなんだろう。で、香りがどうたらこうたらとかって言ってますけど、ぶっちゃけそんな香りしない。言っちゃ悪いんだけど、俺鼻悪いのかな？全くそんな香りしないんですよね。甘く、なんか華やかな香りとか言うてるじゃん。俺が鼻の香りがする、ウイスキーって言ったら、フォアローゼズぐらいですよ。うん。全くそんなこと感じません、これ。これ買った方がいいな。今の状態だと、アマゾンで、2126円で、今日が19日なんですけど、10月の19日、10月の23日に入荷予定です。書いてありますね。どうすっかな。これ悩むな。ちょっと金大体ねえんだよな、今金ねえんだよな。ちょっとヤフオクでちょっと見てみるか。ヤフオクでどんぐらいの価格でか、あれされてんのか。これうまいな。これ、ピート、良い地上流の好きな人、絶対買った方がいいぞ、これ。良い地系列、うん。なんだこれ。ああ。あ。あ、これ、非売品のミニチュアボトルが出てるらしいですね。これどこで買ったんだろう。これヤフオクで出てきた。あれかな、余市蒸留所とかで販売してたのかな。非売品って書いてあるから。これ前に出てたみたいですね、これね。ミニボトル7本セット。ブラックニッカクロスオーバーと、ディープブレンドナイトクルーズと、ディープブレンドはエクストラスイートと、リッチブレンドのエクストラシェリー、ブレンダーズスピリット、アロマティック、リッチブレンドコンフォートアロマ。の 50cc のやつが、7本セットで非売品ってなってて、今値段が 59,900 円になってますけど、これ絶対買わないですね。これ買う人バカだと思いますよ。ミニチュアボトルでしかもお前5万円、6万円ぐらいするアホでしょ。出品者頭おかしいですよね。確実に。で、コンフォートアロマで、ググった結果出てないですね。これしか出てきてないですね。ヤフオクで。はあ。あ、これ俺だけ。これ、今現在これ、
これ俺、買い占めてこれ多分、あれできるぞ。これ転売できるぞ、これ。ヤフオクで。これ、絶対上がるぞ、これ。あの、ブラックニッカの、なんだっけ、ブレンダーズスピリットにまあ、ブレンダースピリットの方が美味しいんだけど、これは、びっくり。うん。びっくり。今のところ俺知ってるの俺だけですね。いや、知ってるの俺だけっていうか、飲んだ人だけですよ。動画とかで、まあ、YouTube で見てないんで全くわかんないですけど。基本的に他人のレビューなど見ないんで。そういうなんていうんですかね。プラシーボ効果があるんで、絶対見ないんです。飲む前にはね、絶対に、新しい酒を買ってきた時に、絶対見ないんです。特にウイスキーとかに関してはもう絶対に見ないんで。これちょっと買い占めようかな。うん。アマゾンでちょっと買い占めます。数量がだいたい一番多くて30本。30本でかける2000円なんで、サブロック18で、いくら ?18 万円。1本、ちょっと待って、2、4、6万円か。何言ってんだこれ。6万ですね。これは、買いです。2、4、6万円ですね。これは、30本。買いましょう。だがしかし、30本も買っても、ま、絶対、6万でしょ?今、俺借金してんだって。無理だよ。せめてもう一本ぐらい買っとくか。ディープブレンド的な、ブレンダーズスピリット的な感じで、ブームが来るかもしれないんで、これ買っといた方がいいと思うんだけど、ただ俺金ないんで、ここなんだよな。参ったな。どうすっかな、これ。これが、だから発売日が、10月の16日に新発売?今日19日なんだけど、おい、アマゾン届くの遅すぎだろ、バカか、こいつ。俺、今日19日に届いたんだけど、予約して買って19日に届いたんだけど、どうなってんの、これ。どうなってんだよ、これ。あー、これうまい!むちゃくちゃピート効いてる、これ。これリッチブレンドじゃないですね。普通だったらリッチブレンドって、シェリーダルで寝かせて、で、だからこそその、宮城郷系の、フルーティーな味がするはずなんですけど、これ全然違いますね。まあ、一本ぐらい買っとこうか。とりあえず。とりあえず一本ぐらい買っとこう。保存用で。保存用で買っとこう。ん?あ。ピッと。うん。これ保存用で買っとこう。保存用で一個だけ買っとく。うん。もういいな、これ。これはもう美味しいな。びっくり。裏切られた。期待を裏切られた。いい方向で。これ2000円だったら買いでしょ。ディープブレンド系ですよ。うん。ブラックニッカのディープブレンド最近新しくなったでしょ。
あれの前の方が美味しかったんですけど、まあ、まあ値段的に1300円ぐらいでしょ今。ちょっと劣化したけど味が。だけど、まあそれでも十分ですよ。あれ1300円ぐらいで買える、あのウイスキーとしてはかなりコスパ高いんで。やっぱりそれをか、あの圧倒的に上回るあのピート校と余市系のスーパーピート校で、なんか花のような香りとかうんたらかんたら言ってますけど、全然香りません。僕の花は多分おかしいんでしょう。だがしかし。だがしかし、ね、そんな刺したら問題じゃないんで。これは良い位置だな。うん。あ、でもやっぱりそう言われるとなんかあれだな。ちょっとあれだな。なんか香りがいいような気もしてきたんだな。まあでも少なくとも普通のリッチブレンドとか、前あったいろいろなんかなんとかかんとかってあるじゃないですか、リッチブレンド系の。あれとははっきり言って全く違いますね、これね。おそらくですが、余市の原酒をシェリー樽に詰め込んだ、いや、熟成させたと考えるのが普通でしょ。うん。余市蒸留所の酒、ピートでがっつりして、で、それをシェリー樽に、つまり、普通だったら宮城郷ですよ。宮城郷はだからシェリー樽に詰めるでしょ。わかんないけど、ちょっと多分そうでしょ。少なくともリッチブレンドは、シェリーダルで仕込むでしょ？入れるっしょ？普通はオークダルですよね。うん。スコッチウイスキーとかはね、あれオークダルでしょ？あ、これ美味しいな。まあ、それでまあ、度数が43度なんで、まあ、そこそこまあ、あれなんですけど。これ久々の当たりきたね。そして、トワイスアップでの、安定のトワイスアップで飲むという。のに加えて、ちょっとこれハイボールとかにしても、これ多分美味しいんじゃないかな。よっちゅ。余市蒸留所のやつはシェリーじゃなかったっけかな。シェリーじゃなかったっけな。余市蒸留所の、違う、宮城郷か。宮城郷はシェリーダルじゃなかったでしたっけ？違うんだったかな。宮城郷まるで興味ねえからな、俺。ほんとに。宮城郷。シングルモルト宮城郷は、特に書いてない。シェリーダルに、うんたらかんたらとか書いてないですね。
まあ少なくともこれはだからシングルモルトウイスキーじゃないので、グレーンも入ってるので、まあうん、いや書いてないですね特にね。シリーダレで作ってるとかっていうのは書いてなさそう。あ、シェリーダルモルトとシンダルモルトを加えて、軽快な中にも深みと厚みを持たせましたって書いてありますね。ライトピートタイプの原酒が、穏やかなピートの余韻を感じさせるとかって書いてありますね。これ宮城京のシングルモルト宮城京。シェリーダルって書いてあります、これ。で、余市の場合は、じゃあ、何ダルなの？あ、でも、余市モルトもあれですね。シンダルモルトとシェリーダルモルトによってって書いてありますね。ヘビーピートタイプの、原酒が力強く主張し、シンダルモルトと、シェリーダルモルトによってしっかりとしたボディ感とウッディーな、タレの風味が加えられますって書いてますね。うん。まあもう、余市を言うと宮城京はいい。まあ、もうダメですね。はっきり言って。前、余市10年とかはうまかったんですけどね。くっそうまかったですけど、余市10年だか、余市12年だか。未だにあるんですけど、そこに。余市の。余市の。あ、宮城京もあります。これ。これ。まあ、まだ残ってるんですけど。まあ、こんぐらい。で、これ、余市のこの部分がかなり空間が空いてるんで、これ絶対風味むちゃくちゃ、この中にその空気のところに抜けちゃうんで、絶対開けたてが一番うまいんですけど、ウイスキーって、やっぱり。うん。でも、ここには、書いてないですね。何だるでとかって書いてないです。うん。こっちにも、ん？あ、シングルモルト宮城京には、シリーダル、香りのところに、モルトとかすかなシリーダル由来の甘い、なんとかかんとかって書いてあるんですけど、こっちには書いてないですね。シングルモルト余市にはそのシェリーダルとかっていうの書いてない。書いてないですね。うん。となれば、まあ、おそらく余市の原料、原酒に、シェリーダルにぶち込んだと考えるのが普通でしょう。多分。うん。うん。しっかりやっぱ、余市のピートの強さ、しっかりあるのと、あと香りも、うん。余市はほら、言うならばボーモアみたいな感じで、ね。海の香りとか、ラフロイグとか、そういった類の、塩の香りとか、まあ、もうボーマーはもう死にましたけどね。まあ、ラフロイグとか、アードベックとか、ね、カリラとか、塩の香りは、
するタイプの、ものなんですよね、夜市はね。まあ、こっちは塩の香りは、しないですけど、完全に夜市ではなく、香りとしては宮城郷の、フルーティーな香りを残しながら、コクが、いや、味はもう完全にピートが強いです。やべえな、これ動画アップしないで、これ。ちょっと俺だけマジで30個ぐらい一気にブワー買って、転売してもいいな、これ。ヤフオクで売るか。30個買ってヤフオクで売るか、これ。ここら辺も直感ですよ、結局。今のところ。完全に。俺の直感ですからね。うん。ここら辺だからもう見極めですよね。うん。やっぱ判断力ですよ。結局。自分の舌を信じて、大量に買うか。ね。だから金持ちっつうのは、いかにその、センサーを働かせて、で瞬時にこう判断できる、判断力。まあ俺はそもそも6万円も金がないんで無理です。資本がないんだよ、資本が。資本がなきゃな、お前できねえんだよ、大体。だから結局そういうことですよ。だから、金は金で買えるんです。ね、俺前も言いましたけど。金は金があれば買えるんですよ、金を。だがしかし、その逆は不可能なんです。なぜならば資本がないから。つまり会社とかを立ち上げるときに資本金1000万とかあるじゃないですか。それがないんです。だからです。だから、金は金で買えるんですよ。あ、これ美味しいな。これは美味しいな、これ。あれだ。ちょっとハイボールで飲んでみよう。ハイボール、ハイボール。これハイボールにすると、また、面白い風味になるかもしれない。まあでも言うて2000円ですからね、今のところ。で、しかも、多分カスタマーレビューが今のところ一個もないんで、多分世間的には、だって16日にもう発売してるわけでしょ。となれば、ブラックニッカーのさっきの前のディープブレンドのナイトクルーズと同じような末路を辿る可能性すら秘めている。となればだ。だからリスクもあるわけですよ、結局。ね、リスキーなわけです。ねえ。まあ一応もう一個はもう買ったんですよ。保存用に。あ、もうこれもういいかな。資本がねえから、だから、金もすでにもうマイナスなんだよ、俺。だから、借金してんだよ。だから無理なんだって、その6万円も買えないっつうの、大体。だから、リスキーなんですよ。どっちが、だから俺の、だから全世界の人間が俺の味覚じゃないんで、だからこれはまずいですってなったら、ブラックニッカのナイトクルーズみたいに、もう未だに売ってるっていう、普通に。ね、数量限定とか抜かしといて、普通に、スーパーで売ってる。普通にスーパーで売ってる。マジで。
一体、わざわざお前、抱き合わせ商法でさ、アマゾンで予約したの何だったんだって話。あれは、だから、ディープブレンドっていうのが俺が大好きだったんで、コスパ的にね、すさまじいコストパフォーマンスだったんだ。ね、ナイトクルーズも未だにこれありますか？ほら。未回線。ね。未使用。でもナイトクルーズもそんなにまずくはなかったと思うんだけどな。ちょっともう一回ちょっと飲み直してみますか？ナイトクルーズ。ディープブレンド、ナイトクルーズ。その前にちょっとこっち、ハイボールで、いただきましょう。45cc 入れて炭酸水でもね、驚くべきことに、結構俺の酒の動画で、ほぼほぼ、ウイスキーの動画だけなんですけど、ある一定数の人は、感謝していただいてるんですよね。他は全くあれなんですけど、チューハイとかさ、そういった類のやつは。焼酎とかチューハイとかビールとかに関しては、全くあれなんですけども、結構聞かれるのが、参考になりましたっていうのが、ウイスキーで。参考になりました。もうあれなんじゃない？まあ、いいか。もうウイスキー以外の動画いらないんじゃないかなっていう、気にもなってくるんですけどね。それだとそれで面白くないですからね。それはそれで面白くないですよ。だってこの世の中に酒なんてお前、あれだと腐ることあるからな。そういった意味合いでやっぱり、ウイスキーだけ評論してるのは、まるで、酒好きとしか、酒好きとは言えない。ただのウイスキーが好きなだけ。完璧。ん？あ！ハイボールじゃこれバゲましたね、これね。ハイボールじゃダメですね、これダメ。終わった。一気に甘さがすげえきましたね。これはラフロイグとか、したのとまるで違います。ピート香がすべて吹き飛んで、完全に宮城郷のハイボールになりました、これ。ダメですね、これ。うん。あ、すごい！もう、すげえな。逆の意味で化けたんだ、これ。これストレート専用だな、これ。うん。これストレート、しかも常温のストレート、安定だな、これ。もしくは、トゥワイスアップで。トゥワイスアップも美味しいです。うん。うわぁ、これダメだわ。やっぱ、トゥワイスアップが安定。うん。うん。まあ、でも、トゥワイスアップにしてもやっぱちょっと甘くなるな、これな。うん。かなり甘くなりますね、これね。うん。じゃあ、ナイトクルーズ、ちょっと飲んでみましょうか。飲み比べ。ナイトクルーズ。チーサー。チーサーは重要だ、これ。
あ、香り全然違うな。完璧。うん。アルコールっぽい。アルコール臭がすごい強いです。うん。うん。アルコール臭ですね。これ香り全然違うの。これアルコール臭ですよ。これは香りが。やっぱ全然違いますね。やっぱ値段だけあるわ。値段が値段だけあるわ。でも、ナイトクルーズもこれ2000円じゃなかったっけ前。あれおかしいな。あれおかしいな。ナイトクルーズってあれ、2000円ぐらいじゃなかったっけ。ブラックニッカのナイトクルーズって。あ、2000円だ。2000円だ。でもこれナイトクルーズはさ、あのさ、長期熟成を重ねた良い地ヘビーピートモルトがもたらすって書いてあるんですけど、アルコール度数が45度なんですよ。で、だからほぼ 100% 間違いねえなと思って買ったんだけど、実際これと比べて飲んでみると、やっぱりかなりアルコール度数が高い。まあ言うてもでも 2% しか変わんないですけどね。か、あの、非常に辛い。うん。のと、この香りがもう完全にアルコールの香りしかしない。プラス、さらに、ヨイチヘビーピートモルトがもたらすって書いてあるんですけど、全くもってあの、ヨイチのピート感が圧倒的にこっちの方が強いんですよ。つまり、その時は、当然こう書いてあるから、あ、これ絶対当たりだなと思って、2個抱き合わせでも絶対あの、大丈夫って思って買ったんですけど、実際蓋を開けてみたらもうこういうことだったっていうことです。でも、これも面白いですね。だって、ストレートで飲んだ時は圧倒的にあの、ピートの香りすげえしたのに、これハイボールにしたら完全にもう、これぶっ飛びましたからね。すげえな。これ、びっくり。びっくり。あ、面白いなぁ。まあ、でもやっぱり、ねえ、そこら辺はやっぱりそうだったっていうことですね。うん。うん。やっぱり、アイラウイスキーとか、ね、そこら辺の、スコッチウイスキーに比べると、やっぱそこが全然違うなっていう。ハイボールにしてもだってラフロイグとかだったらハイボールにしても全然ねえ、風味として、やっぱ全然残るじゃないですか。でもこれはもう全く残んないですね。死にましたね。完全に死んだ。うん、これハイボールで飲むのはこれ、個人的にはおすすめしないですね。うん。まあ、とりあえずまあ、まあ一本ぐらいは買っといてもいいかなとは思います。ストレート限定、まあストレートとあと、うん、まあでもストレートが一番うまいですかね。やっぱり。うん、ストレートで飲んでも全然このナイトクルーズに比べたら圧倒的に飲みやすくて、うん。
いや、アルコール臭も全然しないし。うん。まあ、ストレートもしくは、トゥワイスアップで。うん。うん。うん。あ、美味しいですね。これもう一本買おうかな。いや、でもハイボール、まあでも、これは。まあ、いっか。いい、もう一本でいいわ。いい。これやめとく。うん。いい、いい。二本あれば十分。うん。もう他にもクソウイスキー腐るほどあるんで。飲みきれないっすわ。消費しきれないわ。よし、これはもうすぐ、動画アップロードします。まあ、皆さんこれ買った方がいいとは僕は思いますよ。うん。まあ、これも全、まあ、すべて、まあ、うん、まあ、なん、いいや。これ以上言うまい。まあ、2000円でこの味ってなると、そう、そうないです。うん。そうはないですね。そうはないですよ。甘み。うん。酸味1、塩味1、苦味1、コク5、風味。カイド5、うん、カイド、まあ2000円ですからね。2000円でこれだったらもう十分でしょ。はい、ということで、311155です。ご視聴ありがとうございました。